ヤネッテ・フサロバは、スロバキア・ブラチスラバ出身の女子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとして知られる。WTA ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで25勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス31位、ダブルス3位。身長169センチメートル、体重56キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 1991年にプロ入り。1994年に初めて世界ランキング100位以内に入り、1996年に女子ツアーのダブルス大会で2勝を挙げる。1997年1月、ニュージーランド・オークランド大会のダブルスで、ベルギーのドミニク・ファン・リューストと組んで優勝し、女子ツアーでダブルス3勝目を挙げたが、直後の全豪オープン1回戦で、 シュテフィグラフと対戦中に右膝の人体断裂を起こしグラフの第一セット5から1リードで途中棄権したことがある。フサロバはこの故障で右膝の手術を受け7ヶ月間の戦線離脱を経験した。2000年シドニー五輪でフサロバはオリンピックのスロバキア代表選手として初出場を果たしカリナ・ハブスドバと組んだ女子ダブルスで2回戦に進出した。 初めてのオリンピックでフサロワとハブスドバは女子ダブルス2回戦でベルギー代表のドミニクファンルーストエルスカレンズ組に敗れた2001年は全仏オープンで初めてのシングルス3回戦に進出しダブルスで年間4勝を挙げているやネッてフサロワは2002年シングルスダブルスともに最も充実したシーズンを送った年頭の全豪オープンで フサロアは3回戦で日本の杉山愛を破り、第4シードのキムクライシテルスとの4回戦まで進出した。この年はダブルスで年間6勝を挙げたが、そのうち4つがエレーナ・デメンチェワとペアを組んで獲得したものである。フサロバとデメンチェワは全米オープンで初めての4大大会女子ダブルス決勝に進み、ビルヒにあるアノパスクアルパオラスアレス組にから、6? 1>, 1から6で敗れて、準優勝になった。同年11月、フサロバは、女子テニス国別対抗戦、フェドカップで、スロバキアチームの初優勝に貢献した。フェドハイ初優勝の翌週には、デメンチェワとのペアで、女子ツアー年間最終戦、WTA ツアー選手権のダブルスにも初優勝を飾った。2003年は、故障に悩み、6年前に痛めた右膝の古傷に、 加えて、背筋痛で試合を棄権したこともあった。2004年は、アテネゴリンで2度目のオリンピックに出場したが、ダニエラ・ハンチコバとの女子ダブルスで1回戦敗退に終わっている。その後、2005年2月に、日本のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントで、エレーナ・リホフセワと組んだ優勝がある。2006年は、7月後半に、オランダのミハエラ・クライチェクと組んで、 ダブルス2週連続優勝を記録した。フサロバは2010年に現役引退を発表したが、2011年に復帰。ダブルスに専念して2016年まで出場した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。